買うテレビがお届けします社長室101、今回は福岡県古賀市に来ています。今日お尋ねしている会社はある製造業の会社です。何を作っていらっしゃるかと言いますと、こちら切り箱です。さまざまな、例えばこれですと花瓶が入る切り箱、さらにはこういったぐい飲みが入るような切り箱、あるいは壺が入るような大きな切り箱、こういった切り箱を、90年間、作り続けていらっしゃる、会社です。会社名、増田切り箱店さんとおっしゃいまして、切り箱にですね、大きく2つのカテゴリー、食品が入る切り箱と、工芸品、壺とか、そういった花瓶とかが入る切り箱あるそうですが、この後者、工芸品用の切り箱で日本最多の生産数を誇っていらっしゃる、それがこちら株式会社増田切り箱店です。その3代目に当たられます、藤井博文社長、創業90年、3代目の社長さんに、この会社の生い立ち、そして強さの秘密等について伺いたいと思います。ご紹介いたします。藤井社長です。本日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まず藤井社長、この増田切り箱店さんのまず会社の概要から。うちの会社はですね、創業が1929年で、ずっと霧の箱を、メインで製造し、販売するという事業をやっております。で、社員が全部で55名いて、そのうちもうほぼ工場なので、はい、40数名が工場で、切り箱を日々製造して、はい、販売先としては福岡だけではなくて、東京、それから関西ですね。で、一応全国でやっておりまして、北は岩手県で南は沖縄まで切り箱の卸をしている会社になります。 B2B になるわけですね、卸ということは。そうですね、はい、ただ作家さんというか芸術家みたいな方もいらっしゃるので、はいはい、意外と個人のお客様も件数でいらっしゃる、はい、いますね。月産とか日産、あるいは年間でどれくらいの切り箱を作ってらっしゃるんでしょうか。うちが今ですね、だいたい毎日 4,000 箱ちょっと作ってますので、はい、我々はどっちかというとこう1年間のイベントに左右されますので、一番忙しい時期はやっぱ父の日の前とか、あるいは11月12月の新年に向けての準備とかですね、そういったタイミングがやっぱ忙しいですけど。父の日の切り箱需要というと、お酒とかですか。お酒と酒器ですね、ぐい飲みと、あとは意外と父の日扇子も切り箱売れますので、父の日3点セットみたいなやつ全部切り箱入るからですね、結構忙しいですね。そうなんですね。今から増田切り箱店さんの工場を見学させていただきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ここが全部仕上がったとこが一箇所全部ここに集まってくるんです。もうこれ仕上がり工程なんですね。そうですね。はい。で、うちの場合は向こうの壁からこっちの壁に向かって作業がどんどん流れていくような形で。奥が最初、こちらがエンド。エンド、そうですね。はいはいはい。従来みたいにその切っていくものもあれば、最近でいくとロボットを入れたりとか。ロボット。ロボットによってその木の板に溝を開けるという工程なんですけど、はい、従来は全部人間がやるんで、はい、暑い時寒い時とか肩が痛い腰が痛いで生産にばらつきがあるんですけど、はい、ロボット入れるとこういう産業でも1日に加工できる数量が確定されるので、はい、どんな状況であれ決まった個数を生産できるように、ロボット入れてる。なるほど。人間のように腰が痛い足が痛いと言わないと。そうですね。ロボットが動いてる間は一緒にいる必要がないので、はい、別の作業をしながら合間合間で人の倍の作業ができる。で、ここに来るとこういう形でこう組み立ててる工程なんですね。輪ゴムで糊が固まるまでの間締めてるわけですか。そうです。15分ぐらいで固まるんで、はい、今こっち枠だけなんですよ、はい、で、上と下を止めていく工程がこの工程になる。糊がローラーでずーっとこう。なるほど、はい、なるほど。さっきできた時がここでこうフラットにして、この状態で段差がまだまだ凸凹があるやつをここで段差取ってペーパーかけて滑らかに、ここで仕上がってで全国にこう発送されてという形になります。1日にだいたい4000から5000個、はい、全部手作りで。そうですね、まあ、最初見た機械だけが加工ありますけど、あとは全部手作業でこう流れていっていきますね。これがもともと一品一品職人の手作りでされてたものを工業製品化したんですね。そうですね、ガーッと流れるようにして。なるほど。その中でこの切り箱という日本の伝統工芸というんでしょうか、はい、伝統的なそういう工芸品を工場で大量生産の形にされていながら、でも実はそのうちの 95% 以上がオーダーメイド品だと伺いました。はい、これが非常に私驚きだったんですが、はい、そのあたりのですね、ビジネスの秘密についてぜひ教えていただきたいんですが。はい、そうですね。我々はやっぱ今年90年ですけど、ずっとその中に入るものが工芸品だったので、切り箱としては四角いものをずっと作ってますけども、はい、一点一点やっぱその時々でサイズも違ったりするものをずっと作ってきたのもありますし、取引先自体がこう福岡だけではなくて全国なので、はいはい、やはりまあ日本酒とかもそうですけど、まあ、いろいろなボトルの柄もありますし、はいはい、そういったところで同じ箱でありながらサイズだったり仕様が変わるものを絶えず作って、まあ、今日まで来ているので、鍛えられた。そういう対応力が鍛えられ、もう常にこうやってこの小さなこれ、まあ、ぐい飲みサイズですか。ぐい飲みサイズから、はい、これは花入れだったと思います。花入れですね。はい、はあ、でもこういう切り箱に入ってたらやっぱそのもらう方嬉しいですもんね。やっぱ高く見えるからですね。高く見えますね。はい、最近ではオリジナル商材、はい、いわゆる卸だけではなく、はい、直接エンドユーザー買って自宅でそのまま使うような、これは。そうですね。これが霧の米びつになるんですけども、米びつ、はい、はい、ちょっと開けてみていただいてよろしいですか。こういった形で、はい、まあ中にお米を入れるっていうのもあるんですけど、はい、こうマグネットがこう中についててですね。はいはい。こう、ああ、これマス。そうです。いちごマス使って、こうアクリル板で中身見えるし、はい、まあおしゃれにしまえるという。なるほど。このデザインは社内でされてるんですか。はい、これは。いや、デザインは外部のデザイナーに作ってもらうんですけど、はい、デザイナーのデザインだけではやっぱり作りにくいとか、はい、大量に作れないという課題があるので、はいはい、この米びつのサイズは昔から作ってる壺のサイズなんですよね。あ、なるほど。この中に壺が入るようなサイズの箱であれば、はい、我々も得意としているので、なるほど。まあおしゃれも求めるし、はい、まあ作りやすさですね。うん、そこも求めてこういった商品を作ってですね。これが一番最初に売り出したオリジナル商品なんですかね。はい、そうですね。2014年に作ったその霧の米びつになりまして、はい、これまではその切り箱という卸で、はい、お酒の箱とかやってたんですけど、今度これはまあ物が主役になるプロダクトになりますので、はい、確かに、はい、これを通常の切り箱は、はい、中身が商品で、はい、これは入れ物、そうですね、いわゆる梱包材としてのものだったのは、はい、この米びつになるとこれが主役、はい、そうですね、これが店頭に並ぶと、はい、いうことですね。はい、今まではこれは店頭に並んでなかったわけですね。下の棚に入ってたので見えなかったですね。見えなかった、はい、この中に入ってるぐいのみが店頭に並んで、はい、花瓶が店頭に並んでいて、花瓶が売れたら下の棚から出てきてこれに入れて梱包されてお納めするというものだったのが、はい、これはそのものが店頭に並ぶということなんですね。はい、ちなみにこれどこら辺で売られてるんでしょうか、今。日本だとやっぱりデパート、それから雑貨屋さん、あとはキッチン用品を専門に扱う雑貨店もありますので、そういったところで販売されてます。なるほど。年間どれくらいの量がこの米びつは出ていってるんですか。今年間そうですね、5000箱ぐらいだと思いますね。はい。それはやっぱりそのこういった卸の商品に比べたら直接エンドユーザーに販売するわけですから、粗利益も高いわけですよね。そうでもない。そうでもないんですか。最初そこ狙った考えてなくてですね。考えてなかった。はい。この商品自体は粗利が高いというよりは、物が主役の商品で、どっちかというと切り箱の商品の営業をこの米びつがデパートでやってくれてるところもあってですね。この米びつ見た方から霧の箱を使いたいということでパッケージの採用されたりとかですね。まあ僕営業的効果の方が大きいわけですね。広告になってるのかなと思ってですね。なるほど。じゃあ5000箱売れるそのものによる利益よりもこれがもたらす波及効果の方が松田キーバコ店さんに対する影響としては大きいと。そうですね。例えば大手のコーヒーチェーンとかもこれを見たからということで、お問い合わせが向こうから来たりとかですね、こちらから営業行くとなかなか会ってくれない方がこう来るっていうのはいいなと思ってですね。95% 以上オーダーメイドでされてらっしゃるっていうことが、在庫を持たなくていいというか、そういう効果もあるというふうに伺いました。基本的にはリードタイム1週間、ないし10日にしておりますので、少なくなってきたら追加で補充することが、強いてはその回転率を上げれますので、大きな倉庫を構えて、大量にこう切り箱を置くというよりは、いるしこ使っていただけるので、それも喜んでもらってますね。増田切箱店さんもあまり過剰在庫を置かないっていう考え方ですか。どんどんもう出荷される分だけしか作らないと。そうですね、朝作ったものを夕方発送するという考え方なので、僕らもそのスペースはそんなないですし、早く作って早く出すということですね。なるほど。その早く作って早く出すことを実現するのはそんな一朝一夕にいくことじゃないと思うんですが、どのようなそういう工夫というか鍛えられ方によってですね、このリードタイム1週間、あるいは朝作って夕方出すっていうことが実現できてるんでしょうか。従来ものづくりというのはやっぱり一人の人間がずっと携わっていくところもあったんですけど、うちは、切って組み立てて仕上げてということで分業制をやっておりますので、切る人はすごく切ることに特化しているっていうことも、短期間で作る。になってますし、どうしてもこう福岡県内であればですね、夜遅くまでかかってもいいんでしょうけど、やっぱり僕らはできたものを送らなきゃいけないので、ずっと運送便のこう締め切りを考えてですね生産していく必要があったので、その点で朝作ったものを夕方出すというのが会社の習慣になったので、